はい、こんにちは、ザスです。今日はトレードセンター前からスタートです。はい、これからサンフラワーに乗って九州は鹿児島へ向かいます。今日は、プライベートシングルというお部屋を取ってます。久しぶりです。はい、ATC のフェリーターミナルに到着しました。これからですね、サンフラワーの鹿児島航路の方へ乗って鹿児島まで向かいます。今ですね、まだ3時24分なんで、もうちょっと、時間あるんですけども、まあ、ちょっとゆっくりしてですね、乗り込みたいと思います。はい、こんにちは。フェリーと結婚しろって言われたザツです。神さんから言われました。仕事帰りですね。で、4時半からバスが動き始めるということなんですけども、今3時30分だいたいあと1時間ぐらいありますね。ちょっとゆっくりして、フェリーに乗り込もうと思います。それでは行きましょうか。レッツラゴー。ちょっと進んできました。前に見えてるのが、霧島号ですねの方になります。今日はこちらに乗っていきます。なかなかかっこいいですね。大きい船になります。で、プライベートシングルも久しぶりでですね、まあ2年近くぶりになるのかな。それまでちょっといろいろ乗ってたんですけども、まあ、デラックスとかいろいろ乗らさせていただいて、今日はプライベートシングルというファーストキャビンによく似た部屋になります。なかなか乗り心地がいいお部屋だと記憶してます。あの狭さが微妙に私好きな感じの狭さなんですよね。またあのお部屋に入ったらレポートしたいと思いますので、よろしくお願いします。それでは向かいます。はい、4時半になりましたのでバスの乗船口に向かいます。大丈夫かな。あ、お先どうぞ。あ、すいません。はい、ありがとうございました。はい、どうも。ありがとうございました。はい、一人です。はい。ありがとうございます。はい、お名前と2番チェックをいただいて、下の3項目ご記入お願いします。はい、どうぞ。あ、こんにちは。すいません、お願いします。これお車のステッカーですね。前から見るダッシュボードの方をお願いしております。鍵ですので、ご乗車入ってください。はい。乗船の際にも読み取りがありますので、お手元ご注意いただいて、乗船5時から開始になります。はい。ありがとうございます。はい、お部屋到着しました。こんな感じのお部屋になります。久しぶりに乗りましたけど、絶妙な狭さですね。で、あのテレビが実はついてまして、で今ブリッジカメラつけてます。前から見えます。これがですね、テレビがですね稼働するんです。これで座りながら見れるという形になってます。意外と便利構造。こうやって
座ったまま見れるんですね、ようになってます。これ後で付け足された機能みたいですね。あと頭のとこにはコンセント 100V、 あと電気がついてますと、音がするといけないんで、こちらのイヤホンがついてますね。ベッドは普通のシングルサイズのベッド、90センチぐらいかな。アメニティの方がタオルと歯ブラシがあります。その他はついてません。あと、スリッパがですね、今使い捨ての、スリッパになってまして、ご自由にお持ち帰りくださいということになってます。裏側がウレタンで結構良さそうなやつですね。持って帰って使おうと思います。で、時間変更があると、今バイキングが始まってますので今日は楽しみにしてます。あと足元にゴミ箱があって、あと救命胴衣が上にあります。あと鏡の方が大きなやつが一つあります。お部屋の感じとしてはこんな具合でしょうか。あとはサービスは同じような感じなんで、ただゆっくりしていきたいと思います。今ですね、だいたい17時10分なんで、17時55分発ですから、あと45分ぐらいですか。ちょっとお風呂でも入ってきてゆっくりしたいと思います。お風呂入って出航を見届けてご飯食べてという流れになりますんで、それでは行きます。大事なこと忘れてました。このプライベートシングルなんですけど、内側から鍵は閉めれるんですけど、外から閉めることができないんですね。なんで貴重品の取り扱いは要注意です。入って上がって夕涼みしてます。ちょうどいいぐらいですね。気持ちがいいです。もうエンジンもかかり始めてますね。出港まで待ちます。出港しますよ出港しますよ。手振ってくれてます。
しょ。それではご飯に行きたいと思います。あ、大丈夫です。はい、お願いします。はい。いただきます。
様です。はい、今19時14分になりました。ご飯食べて久々のレストランでした。よかったです。ちょっとゆっくりして、寝ようと思います。ちょっと外に出てみようかと思いますんで、では向かいます。ですね、ちょっと星が出てるかな。よかった。やっぱこのフェリー吹き抜けがすごいですよね。ちょっと売店の方行ってみましょう。はい、売店行きました。とか普通に戻ってんな。サンフラワーグッズが普通に増えてます。あとはカップ麺、スナック菓子の各種ですね。ジュースを買います。船ではお酒は飲みません。自販機コーナーは種類豊富、値段は丘の上と同じですね。アイスなんか豊富にあります。コロナが入り始めたから空気清浄機を置くようになりました。大きいやつ、これはすごい。よいしょ、戻りました。正面に何か明るいのが見えてんな。なんだろう。ということでちょっとゆっくりします。それでは。はい、今9時11分で、ちょっとずつ揺れ始めてきました。今揺れ始めてきたと思ったらちょうど大阪湾を抜けたとこなんですね。そろそろ、寝たいと思います。多分12時、まあ、0時過ぎには室戸岬を過ぎると思います。そういう航路になってます。はい、朝起きたら多分四国を通り過ぎて宮崎の沿岸にいると思います。それではおやすみなさい。はい、おはようございます。今5時54分でもうですね、宮崎の沿岸部に到達しているみたいです。6時から朝食が始まるようなんで、向かいたいと思います。バッターバイキングが復活してますんで、食べに行きます。楽しみにしてます。それでは。明るくなってますね。太陽がもうすぐ出てくるか。まだ出てない。朝起きるとこんな風景です。太平洋側、今日はフェリーが、今日はタンカーが何隻が見えます。珍しい。
太陽が出てきました。しかし沿岸部は曇り、残念。黄砂がちょっと出てるみたいですね。後部デッキは素晴らしい眺めです。太陽出てきたんですけど、時間間違えててですね、朝食が7時からでした。なのでもうちょっとゆっくりできます。7時になったらレストランに行こうと思いますんで、それではもうちょっとゆっくりします。宮崎見えてたら綺麗なんですけどね。揺れはそんなないんですけど、船体がゆっさゆっさと触れてる感じです。はい、6時57分になりました。朝食が7時から始まりますんで、朝食を取りに行きたいと思います。それでは向かいます。朝食が650円。おはようございます。ごめんなさい、お願いします。あ、大丈夫です。はい、はい、おはようございます。はい、カレーでもらいましょうか。
です戻ってまいりました。今7時34分です。8時55分に雪原なので、あと1時間20分ぐらいありますので、ちょっとゆっくりします。シブシ湾の方に入ってきました。太陽は出てるんですけど、ちょっとうっすら曇ってる感じですね。志布志の街並みが見えてきてます。風がめっちゃ強い。湾に近づいてきました。今日は波が穏やかなんで、漁に出てる船も結構多そうですね。朝志布志着は久々です。あと、雪原して降りるだけです。本日はご視聴ありがとうございました。もしですね、ちょっとでも良いと思っていただけましたら、高評価チャンネル登録の方よろしくお願いします。大変励みになります。嬉しいです。ツイッターの方もやっておりますので、フォローの方よろしければお願いいたします。はい、雪原しましたので降ります。よし、ありがとうございます。